タッフの朝日です。本日もウェブストアに掲載する商品をご紹介いたします。ただいまから紹介する商品は11月の7日夜9時に掲載する商品になります。お問い合わせやご購入に関しましては掲載後にフェルベル人ウェブストアでお願いいたします。それでは1点目からご紹介いたします。 T シャツが山盛りですね。はい、こちらですね、80年代頃のタグが付きます XL サイズ表記の 100% コットンボディですね。で、無地Tのポケット付きのタイプで、こちらいいのが丸ポケですね。珍しいと思います。かなり人気の一着ですね。それさも当然シングルステッチです。特に目立つようなダメージともないです。で、XL サイズということで自分でもある程度ゆとりを持って着れるのかなと思います。こちらでお値段の方が7800円と消費税です。続きましてこちらですね、これはチャンピオンのバータグです。アジサイズ表記で50/50のボディですね。リンガータイプになってまして、こちら、はい、染み込みで3段オハイオステイト入りますね。こちらもいいプリントかなと思います。全体的にまあ直感の使用感ですね。この辺の薄汚れ等はありますけれども、ダメージ等は見受けられないです。こちらもラージサイズということで、はい、まあセブンティーズ小さめですが、まあ、見幅はしっかり取られているかなと思います。こちらでお値段の方が7800円と消費税です。続きましてこちらですね、こちらチャンピオントリコタグですね。ラージサイズ表記です。で、こちらもリンガーのタイプで、こちらチョコチンストラップが付くパターンですね。で、胸に3段、はい、プリントが入ります。こちらも染み込みですね。はい、こちらも雰囲気いいと思います。特に目立つようなダメージとは見受けられないですね。で、ラージサイズ表記ということで、こちらも身幅はゆったりありそうなサイズ感ですね。自分でもゆとり持って着用できます。こちらでお値段7800円と消費税です。続きましてこちらですね、こちらもチャンピオントリコタグ88ボディの XL サイズですね。で、こちらは霜降りのグレーに胸元ワンポイントで、こちらも染み込みのハーバード、こちらもいいですね。いい大学だと思います。やっぱり人気どころですね。こちらもダメージとは見受けられないです。 XL サイズですが、ちょっと着丈が短めかなと思う。だいぶ縮んでるのかなと思いますね。でもまあ見幅はしっかり残ってます。こちらでお値段の方が7800円と消費税です。続きましてこちらですね、こちらもチャンピオントリコタグの88ボディ XL サイズで、こちらも霜降りグレーに、こちらボストンカレッジの、はい、こちらも染み込みいいですね。今回染み込み系多いです、はい、こちらも特に目立つようなダメージとは見受けられないです。こちらは XL サイズ、先ほどと同じサイズですが、こちらの方が着丈は長めですね。こちらでお値段の方が9800円と消費税です。続きましてこちらです、こちらもチャンピオントリコタグ88ボディの XL サイズ、こちらも霜降りグレーに、こちら1段ミシガンの、はい、こちらも染み込みでプリントが入ります。プリントの状態も比較的いいかなと思います。で、こちらも XL サイズ表記ということで、先ほど同様なサイズ感ですね。こちらでお値段の方が9800円と消費税です。続きましてこちらですね、こちらチャンピオンバータグ70年代の50/50のボディ XL サイズです。で、こちら、ラグラになっていて、ちょっとまあ霜降りがかったようなボディになってます。で、こちらカラーフロッキーですね。蝶のプリント、ちょっとなんか面白いプリントかなと思います。特に目立ったダメージもなく、状態は比較的いいのかなと思います。はい、で、バータグの、XL サイズですが、かなりゆとりを持って着用できるサイズ感ですね。こちらでお値段が7800円と消費税です。続きましてこちらですね、ちょっとこっちタグがちょっとまあ切れちゃってはいるんですけど、こちらのタグつきまして 50/50 のボディでラージサイズ表記です。で、こちら、はい、グリーンのボディに14番のナンバリングが入ります。で、袖が切り返しになっているパターンになってますね。で、バックも同様に14番、ちょっとまあ小穴とはありますけれども、着用に響かないかなと思います。ラージサイズ表記ですが、自分が合わせてみて、はい、少しゆとりがあるぐらいですかね。ジャストぐらいかなと思います。こちらでお値段6800円と消費税です。続きましてこちら、こちらチャンピオン戻りまして、トリコタグのエクストラージサイズで、こちら 100% コットンですねの、こちらフットボールティーになりますね。ちょっと青、深めの青色、青の色味で、こちら3段ラバープリント入ります。で、こちら裾元にもこちらのタグつきますね。特に目立ったようなダメージではないです。フェード感はありますが、その雰囲気もかっこいいかなと思います。エクストララージということで、自分でもゆとりを持って着用できます。こちらでお値段の方が9800円と消費税です。続きましてこちらですね、タグこちらにはつかないタイプで、そもとですね、こちらのタグがつきます。 L サイズ表記、チャンピオンの70年代頃かなというふうに思います。はい、で、黄色のボディに、これは4段ですね、すいません、染み込みのプリントが入るパターンになりますね。はい、この雰囲気もいいかなと思います。ちょっとまあこの辺の薄汚れ等はあるんですけれども、目立つようなものではないかなと思います。はい、
L サイズ表記、自分が合わせてみてもゆとりを持て着用できるかなと思います。こちらでそのお値段の方が12,800円と消費税です。続きましてこちらですね、こちらパタゴニアのタグがつきます。雪なしのタグですね。92年から94年頃のタグで L サイズ表記ですね。いいですね。でこちらサーモンピンクの色味に胸元にワンポイントパタゴニアのロゴが入ります。まあ、若干の小穴とはあるんですけれども、まあ、目立つようなものではないかなと思いますね。若干この辺のステッチ抜けとかもありますね。まあ、雰囲気系としていいのかなと思います。でバッキにもしっかりプリントが入る一着になります。袖、はい、ストは、ダブルステッチの縫製になってますね。はい、でライサイズ表記パタゴニアですね。大きめのサイズ感です。結構フリースのイメージが強いですし、まあ、T シャツ本当に、おすすめできると思います。こちらでお値段15,800円と消費税です。続きましてこちらチャンピオン戻りますね。バータグのエクストララージサイズの 100% コットンのボディで、こちら赤がフェードしたボディに3段のこちらラバープリント入りますね。はい、USMMC のものになります。こちらもいいプリントですね。でフェード感こそありますがダメージとは見受けられないかなと思います。はい、でこちらエクストララージということでちょっと着丈は短めですかね。身幅はしっかり残ってるかなと思います。こちらでお値段12,800円と消費税です。続きましてこちらですね、こちらもチャンピオンのトリコタグラージサイズ 100% コットンのボディですね。ただピンクの薄いピンクの色味になっていてポケ付きで、こちらプリントも入るパターンですね。ちょっと珍しいパターンなのかなというふうに思います。はい、バッグは特に無地のタイプです。ダメージともないですね。こちらラージサイズ表記ということで、はい、こちら身幅はゆとり持って着用できるかなと思います。こちらでお値段の方が12,800円と消費税です。続きましてこちらですね、こちらはバータグの70年代エクストララージサイズの 100% コットンのボディのリンガーティーですね。でこちらも、こちら、はい、プリントが染み込みで、こちらも本当に雰囲気のいいプリントが入る一着です。はい、で特に目立つようなダメージとはないです。ちょっと小穴があるくらいですかね。でエクストラージサイズということで、はい、身幅しっかりゆっとり取られてると思います。リンガーティー小さいサイズ多いと思うのでこの辺おすすめです。こちらでお値段12,800円と消費税です。続きましてこちらですね、こちらヘインズの80年代のタグ、青タグつきまして XL のサイズ感です。こちら、はい、淡い青のライトブルーの色味になっていまして、ロードランナーのプリントが入りますね。はい、いいプリントかなと。このかすれ具合とかもかっこいいですね。まあ、若干この辺のピンホールはあるんですけれど目立つものではないです。はい、フェード感がありますが結構雰囲気いいのかなと思います。いいタグついて XL サイズ表記ということで、こちらも本当に申し分ない、いいゆとりを持ったいいサイズ感ですね。こちらでお値段7,800円と消費税です。続きまして音系ご紹介いたします。最近1点目エアロスミスの一着ですね。タグがこちらのタグですね、50/50のボディになっていて USA 製の個体ですね。サイズはワンサイズフィットソールです。で白ボディにこちらエアロスミスのプリントフロントですね入ります。はい、ちょっと囚人のような感じになってますね。でバッグがこちらですね、87円、88円のツアーの一着になります。はい、まあ、ちょうど、パンプですね、名盤がリリースされた時のものですね。いい一着だと思います。ワンサイズフィットソールですが、自分が合わせて、まあ、大きすぎないぐらいのサイズ感かなと思います。 XL ぐらいですかね。でこちらでお値段19,800円と消費税です。続きましてこちらですね、ソニックユースです。こちら、90s 頃のフルーツツレタグ XL サイズですね。でまあ、本当に、まあ、有名どころですね。ウォッシングマシーンになります。もう探しの方も多いんじゃないでしょうか。まあ、ボディにダメージはないですけれども、このひび割れ感とかもかっこいいかなと思います。でバックは特にないタイプですね。 XL サイズということで大きめのサイズ感です。ハマる方多いんじゃないでしょうか。こちらでお値段の方が49,800円と消費税です。続きましてヒスですね。タグがちょっとまあ欠損にはなってしまっていますね。ですが黒ボディにこちら、はい、キスのメンバーフォトになります。でこちらですね、はい、ロゴとかも入っていて、96年のコピーライトですかね、入ってます。でバックにキスとでか 大きく入ってますね。はい、90年代のものですが、それ裾はダブルステッチの縫製になっています。かなり大きめですね。本当にどうですかね、もう 5XL ぐらいありそうなぐらい、もうちょっとありますかね。この辺はキスの T シャツもなかなか珍しいと思いますので、お探しの方はぜひ。こちらでお値段が12,800円と消費税です。続きましてラップ系です。ヒップホップ系です。
こちらウィンターランドのタグが付きました L サイズ表記になります。でこれ口こちら黒ボディで DMX ですね。こちらも有名どころかなと思います。 T シャツとしての評価もかなり高いところですね、はい。まあ、かなり雰囲気もかっこいいですね。ひび割り感とかも雰囲気いいと思います。でバックはこちらですね、はい。こちらもプリントかっこいいですね。特に目立つようなダメージとは見受けられないいい答えかなと思います。 L サイズ表記ではありますが、こちらも大きめのサイズ感、はい、ゆとりを持って着用できると思います。こちらでお値段の方が79,800円と消費税です。続きましてこちらも珍しい系だと思います、はい。こちら AT 頃ですかね、もう、はい、フルーツオブザリウムちょっと切れてますが、で M サイズ表記になります、はい。でこちらが 100% コットンのボディになりますね。こちらジョイディビジョンになります。でこちらのプリントがですね、ダンテズ・インフェルノというちょっと非公式のアルバムのものになります。それもあってかかなり珍しいと思いますね。まあ、当時刷られているのでちょっとまあヨレがプリントに来ちゃってるのとかもヴィンテージらしくていいディテールかなと思います。バッグとかは特に入りませんが、こちらちょっと小穴があるかなというふうな雰囲気です。まあ、M サイズ表記ということで自分だとピタッとするな、ちょっとまあ着用難しいかなぐらいのサイズになるんですけれども、この辺やっぱパンクに着るのが一番かっこいいと思いますので、はい、ぜひおすすめですね。こちらでお値段が 39,800円と消費税です。続きましてこちらガンズ&ローゼスですね。ヘルスニットのタグがつきました L サイズ表記の5050のボディですね、はい。5050で黒なので、このちょっとまあ5050らしいグレーカットボディいいですね。こちらガンズレイプですね、はい。でこちらコピーライト、はい、97年のコピーライトですかね、入ります、はい。でバックはもうこちらですね、はい。もう見たことある方も多いんじゃないでしょうか。本当ここのジャケシャが使えなくなってしまったことで、まあ、だいぶ生産数も少なかった T シャツになります。めちゃめちゃレアの試着ですね。 L サイズ表記ですね。ちょっとまあ縮んちょっとまあ小さめタイトめかなとは思いますが、着用に問題はないかなと思います。こちらでお値段 35,800円と消費税です。続きましてこちらですね、タグがこちらのタグで L サイズ表記になります。 100% コットンのボディで、こちらレディオヘッド OK コンピューターになります、はい。でこちら99年のコピーライトもしっかり入りますね、はい。でバックもこちらしっかり入るタイプになります。いいですね。やっぱレディオヘの T シャツも玉数少ないかなと思います。でこちら、はい。ちょっとまあ小穴があるようなコンディションですが、こちらいいのがロンティーのタイプですね。はい。さらに珍しい個体ですね。はい。で、まあちょっとリブとかはつかないフラットな作りになっていますね。袖裾はダブルステッチの縫製です。で、こちら L サイズ表記ですが、大きめのサイズ感、ゆったりとしたいいサイズ感ですね。はい。この辺もなかなか手に入る機会ないと思います。こちらでお値段が 59,800円と消費税です。続きましてマットハニーですね、はい。こちら90年代頃のアンビルのタグで L サイズ表記になります。キャメルっぽい色味にマットハニーのこちらのプリントになりますね。おしゃれなプリントですね。はい、マットハニーもカートコバーンが来たことでだいぶ認知度も高いと思いますし、こちらバッグもプリントもかっこいいですね。はい、お探しの方も多いんじゃないでしょうか。まあ、カートコバーン来たモデルではありませんが、結構かなりかっこいいですね。こちらもゆとりを持って着用できるいいサイズ感です。こちらでお値段 29,800円と消費税です。続きましてこちらですね、こちらアルフローレンのタグが付きました L サイズ表記のものになります。こちらラガーシャツになりますね。しっかりゴムボタン採用されています。で、まあ、ネイビーとグレーの切り返しになっていて、胸ワンポイントエンジのポに入ります。特に目立つようなダメージとは見受けられないです。L サイズ表記ということで、ゆったりとしたいいサイズ、大きめのサイズ感で着れると思います。こちらでお値段の方が、失礼します。こちらのお値段が6,800円と消費税です。続きましてもこちらですね。こちらチャンピオントリコタグラージサイズ表記になります。はい。はい、こちらも襟がつくタイプになりますね。で ロングスリーブのポロシャツになります。ちょっとまあ薄手のボディにはなるんですけれども、配色もかなりかっいい色、いい配色だと思います。特に目立つ、ダメージとはないです。でこちら、ラージサイズ表記ということで、自分が合わせてみて、ゆとりを持って着用できるかなと思います。こちらでお値段が7,800円と消費税です。続きは、すいません、はい。こちらですね。こちらパタゴニア、こちらのタグつきましてレジスタがつくタグになりますね。 100% コットンのボディになります、はい。コットンシャツ、 100% コットンシャツになりますね。配色もダークの雰囲気でかっこいいですね。多色使いです。特に目立つようなダメージとは見受けられないです。でこちらですね、こちら、L サイズ表記ということで
ゆとりを持って着用できるいいサイズ感なのかなというふうに思います。こちらの方でお値段が6800円と消費税です。続きましてこちらですね、ラブラーレールの1着になります。こちらのタグつきまして XL サイズ表記になります。こちらも 100% コットンのボディで、こちらもチェックの色味ですね、ちょっと黄色ベースな感じですかね。いい色、こちらもいい配色だと思います。バッグ特にダメージとも見受けられないです。 XL サイズということで、こちらも大きめのサイズ感ですね。こちらでお値段の方が7800円と消費税です。続きましてこちらですね、こちらもラルフロイヤンタグつけました XL サイズ表記になります。はい、若干この色味ですね、ちょっとまあフィフォーティーズとかの色味のような感じがしてヴィンテージ臭ありますね。でサラボタンなんかも使われているかなと思います。はい、で特に目立つようなダメージとは見受けられないです。 XL サイズということで、自分が合わせてかなり大きめのサイズ感で着れます。こちらでお値段7800円と消費税です。続きましてこちらですね、ダブルアレール、こちらも三つ星のタグがつく、オリジナルのものですね。デームサイズ表記になります。でバンドカラーの一着になってまして、縦ストライプに柄が入っているパターンです。ちょっとおしゃれですね、このピッチの違う、ストライプなのがおしゃれかなと思います。でしっかりマチがつく個体ですね。でバッグこちらですね、ダブルアレールらしくて、こちら3点止めのようなディテールになっています。はい、ダメージとは見受けられないです。M サイズ表記ですが、大きめのサイズ感ですね。ゆとりを持つ着用できます。こちらでお値段の方が9800円と消費税です。続きましてこちらですね、こちらも WRL ですね、こちらのタグつきまして XL サイズの表記です。でこちらもコットンシャツになりまして、チェックのカラー、ちょっとまあオールドスタイルな いい色味ですね。特に目立つようなダメージともなく、状態良好です。 XL サイズ、ゆとりを持って僕が着用できるいいサイズ感です。こちらの方で お値段が15,800円と消費税です。続きましてこちらですね、ペンドルトンのこちらのタグ、70年代頃ですかね、Lサイズ表記になります。はい、でこちら、ウールシャツになっていまして、解禁のパターンですね。はい、色味ちょっとまあ緑と青ベースの色、爽やかな配色になってます。はい、Lサイズ表記ということで、自分が着てみて、はい、少しゆとりを持っていいサイズ感で着れるサイズですね。こちらでお値段の方が9800円と消費税です。続きましてこちらですね、こちらプリントネイルで JCP のタグがつきます。はい、でオール 100% コットン、ミディアムサイズの表記になります。はい、プリネイルですね。はい、でまあ配色も、はい、かっこいい配色になっていると思います。赤ベースで、ちょっとブラック、ネイビーですかね、と白、きなりの色になっています。はい、ちょっとまあこの辺のスレ感等はありますが、はい、着用に問題はないかなと思います。ミディアムサイズですが、はい、こちら自分が合わせてみてもゆとりを持って着用できるのかなと思います。はい、60年代の1着、こちらでお値段が12,800円と消費税です。続きましてこちらですね、パタゴニアのタグがつきまして、サイズ、メムサイズ表記になります。こちら、はい、ブラウンベースの一着になっていまして、かなりピッチ細かくストライプのようになってますね。ピンストライプのようなものになっています。でこちらピスもこちらにつきますね。はい、特に目立つようなダメージともなく良好な個体です。Mサイズ表記ですが、僕が合わせてみてもゆとりを持って着用できます。こちらの方でお値段が6800円と消費税です。続きましてこちらですね、こちらマンハッタンのタグですが、つけヴィンテージの T シャツですね。XL サイズ、大きめのサイズ感めちゃめちゃいいですね。でプリネルになっていまして、解禁のパターン、50年代頃ですかね。で、サラボタンが採用されています。この柄の入り方もおしゃれかなというふうに思います。はい、バッグは特に状態は比較的いいのかなと思います。XL サイズということで、こちら大きめのサイズ感ですね。なかなかこのサイズ感もないんじゃないでしょうか。はい、おすすめできるいい着ですね。こちらでお値段の方が25,800円と消費税です。続きましてこちらヴィンテージのエプロンになりますね。タグとかは特に見受けられないんですけれども、プリントこちら、はい、染み込みのプリントが入りますね。50年代頃の一着になります。雰囲気かなり出ていると思います。比較的年代にしては状態もいいのかなというふうに思います。特に汚れ飛びなども見受けられないです。自分が合わせてみるとこのぐらいのサイズ感ですね。はい、大きいいサイズ感なんじゃないでしょうか。こちらでお値段の方が6800円と消費税です。
続きましてこちらですね、カーディガン1点ご紹介します。アルフローレの、タグがつきまして、はい、LL のタグですね。こちらピーマーコットンの 100% ピーマーコットンです。でグレーボディに胸元ネイビーのポニーがつきますね。で2ポケのタイプになります。特に目立つようなダメージともない個体です。柔らかい素材感でいいですね。こちら大きめのサイズ感、自分で合わせてみても大きめに着用できます。こちらでお値段の方が7800円と消費税です。続きましてヴィンテージのスウェット類ですね。タグとはちょっと見受けられなくなってはいますが、染み込みで3段のプリントじゃないですね、こちらフロッキーですね、すみません、フロッキーがちょっと剥がれたようなプリントですねが採用されています。でこちらリブがちょっとツートンのような色配色になってますね。はい、珍しい個体かなと思います。ちょっとまあこの辺ですね、汚れ飛びなんかありますが、その辺も含めてかっこいい一着なのかなというふうに思います。だいたい60年代頃の一着ですかね。サイズ感かなり大きめです。ヴィンテージのスウェット、大きめのものお探しの方多いと思います。こちらでお値段25,800円と消費税です。続きましてこちらですね、こちらチャンピオン小文字のランタグですね。50年代のタグつきまして、こちらラージサイズ表記になります。白ボディにこちらオールドイングリッシュでラバープリント入ります。雰囲気かっこいいですね。白ボディですが特に目立つようなダメージ等は見受けられないのかなというふうに思います。ラージサイズ表記ということで自分が合わせてみてですね、こちらも身幅はしっかり取られているのかなと思います。こちらでお値段が 25,800 円と消費税です。続きましてこちらですね、こちらもチャンピオンのタグ、デカイラン 40s 頃のタグがつきまして、ラージサイズ表記ですね。で白ボディにこちらも染み込みで入りますね。はい、こちらのプリントも雰囲気かなりいいですね。若干この辺ですね、つまんだ跡のようなものがリペアの跡がありまして、ところどころですねこの辺ステッチ入れられてる箇所がありますね。はい、この辺もですねステッチの補強がされていますっていうコンディションではありますが、まあ、特に目立つような着用に問題があるようなダメージとかは見受けられないです。まあ、ラージサイズ表記ということで自分が合わせてみてですね、この辺もまあゆとりはしっかり取られてるのかなと思います。大きめのスウェットいいですね。こちらでお値段29,800円と消費税です。続きましてこちらですね、チャンピオン刺繍タグのラージサイズ表記 USS 製です。で無地のタイプでパープルですね、深めのパープルのボディで、こちらも、シーマークが胸元にワンポイント入ります。特に目立つようなダメージとはないですね。ラージサイズ自分が合わせると一番僕が着るサイズ感になりますね。こちらでお値段の方が12,800円と消費税です。続きましてこちらですね、プリントものです。こちらも刺繍タグの WXL のサイズになります。でこちら霜降りのグレーボディにこちらプリントラバーで入ります。はい、コピーライトなんかもなんか96年で入ってますね。でこちら状態がいい個体ですね。裏肝もふかふかとしていて柔らかい雰囲気です。袖にプリントが入ってるのが珍しいかなと思います。でこちら WXL ということでかなり大きめですね。僕だとダボっとするサイズ感です。こちらでお値段の方が12,800円と消費税です。続きましてこちらですね、こちらも刺繍タグのラージサイズ表記です。こちらラージサイズ表記でグレーボディにこちらもプリント、ラバープリントとこちら C マークが共存している、こちらもちょっと珍しいパターンですかね。特に目立つようなダメージともないです。 L サイズ表記、先ほどと同じように自分が一番着るサイズ感になります。こちらでお値段が15,800円と消費税です。続きましてこちらですね、こちらも刺繍タグのラージサイズ表記で、こちらラバーの2段プリントになりますね。ちょっとかすれてる雰囲気いいんじゃないでしょうか。比較的状態も悪くないですね。こちらでお値段15,800円と消費税です。続きましてこちらですね、こちらも同様に刺繍タグの XL サイズになります。こちらも霜降りのグレーボディに3段のラクロスのプリント入ります。大きいプリントのバランスいいですね。こちらも特に目立つようなダメージとは見受けられないですね。こちらの方でお値段が12,800円と消費税です。続きましてこちらリバースリーブ、こちらトリコタグの、年代で M サイズ表記になります。はい、89% コットンのボディですね。でグレーボディにこちら2段のラバープリント、ちょっとかすれた雰囲気、この辺もいいんじゃないでしょうか。でちょっとミディアムサイズということで自分が合わせるとジャストか少し小さめになるかなと思います。こちらの方でお値段が15,800円と消費税です。続きましてモヘアのカーディガンですね、1点ご紹介いたします。ちょっとタグは取れてしまっていますがマテリアルはしっかり残っていて 75% アクリルと 25% モヘアになります。なのでウールほど
その、まあ、チキュッとするような感じもなく、さらっと気軽に着れるんじゃないかなと思います。アースカラーカーキ色のチェックの色味綺麗ですね、はい、ボタンとかもちょっとのボタンこれですね、ちょっと特殊ですね、全部違うボタンが採用されています、はい、特に、虫食いとかも特に大きいものは見受けられないかなというふうに思います。毛足もまだまだ長めですね、はい、サイズ表記なかったんですけれども自分が合わせてもちょっと大きめに着用できるかなと思います。まあ L くらいありそうな体感ですね。こちらでお値段の方が 25,800円と消費税です。続いてパンツ類ですね。お先にこちらブラックデニムを紹介いたします、はい、ボタンフライの501で後染めのパターンになります、はい、ヒパッチもしっかり残っていて USA 製のインジと3パッチ30のインジ読めますね。でこちら赤タブもしっかり残っています、はい、まあ、さらっと色味は落ちているかなと思います、はい、5、6割程度ですかね。ですがこの辺のやっぱ股の部分ですとか黒々しいところが残っているのがやっぱ後染めらしいものなんじゃないかなと思います。特に目立つようなダメージとはないかなと思います。こちら、実寸3630ですね。こちらもサイズ感めちゃめちゃいいと思います。ゴールデンサイズの1本ですね。こちらでお値段 12,800円と消費税です。続きましてこちらですね、はい、911B ですね、はい、ピケパンツになります。こちらグリッパージッパー採用されていますね、はいはい、こちら両爪のものになります、はい、でこちらしっかり、こちらパインパッチちょっと欠けていますが残っています。 911B ですね。ちょっとまあ表記は読み取れないかなと思いますがビッグイーの赤タブしっかり残っている個体です、はい、まあ、ホワイトのベージュの色味ですね。でこちらですね、若干この辺ダメージ等はあるんですけれども目立つようなものではないかなとは思います。リングスオリジナルですね、はい、まあ、若干のスレ感とかはありますが着用に響かないかなと思います。実寸の方が3832ですね。ウエスト広めですがレングスは32ハマる方やちょっと折ってみてもいいのかなと思います。こちらでお値段が 29,800円と消費税です。続きましてピケパもう一発ご紹介いたしますね。こちらは42タロンのジップが採用されています、はい、でこちらもこちら簡易パッチが残っていまして 911B のインジとこちら実寸ちょっと読みづらいですけれども40なんですかね、40と31ですかねの表記が読めるかなと思います。でこちらマガタブしっかり残っています。ビッグイの個体になりますね。こちらは特にダメージとは見受けられないですね、まあ、使用感はちょっとあるのかなとかこの辺のステッチアーケード抜けてるぐらいの雰囲気ですね。でこちら実寸の方がですね3827になっています。レングス上げられてるのかなと思いますが、はい、こちら合わせてみても、はい、やっぱりゴールデンサイズの1本になるのかなと思います。こちらでお値段 29,800円と消費税です。続きましてジャケット類ですね。こちら、はい、パタゴニアの、はい、グリセードになりますね。でフルジップのパターンになります。フレンチレッドの色味になりますね、はい、でこちらサイズ感等ですね、こちらです。こちらにタグがついていまして L サイズ表記になりますね。でこちら、はい、2004年の個体です、はい、でフリースの状態も、まあ、使用感等はあるんですけれども過度に潰れている部分とかなくまだまだ着用はできるのかなというふうに思いますね、はい、で内側のナイロンの感じもですね、はい、全然綺麗な個体ですし椅子もしっかり残っています、はい、まあ、L サイズ表記ということで自分が合わせてみて大きめに着るサイズ感になります。こちらでお値段の方が 39,800円と消費税です。続きましてこちらですね、リーバイス70505です。インジもしっかり読めるぐらいの状態でサイズ42ですね。色味かなり濃いと思いますしこちらビッグイの個体になりますね、はい、でこれポケット裏は黒の感抜きになっています、はい、でこの辺もまあ色味ちょっとさらっと落ちている雰囲気ではありますが色味濃い個体だと思います。この辺の色の落ち方とかも綺麗ですね、はい、ビッグイの個体もかなり少なくなってます。こちら42のサイズ感で自分が合わせてみてちょっと縮んで40ぐらいになってるかなというふうに思います。 T シャツの上からだったらいいサイズ感で着用できますね。こちらでお値段 49,800円と消費税です。続きましてこちらショートフォーンのレザースウェードのボアになりますね。こちらリーバイスのスナップボタン使われています。 50s 頃の年代のものですね。やっぱりシャツのイメージ強いと思いますのでこの辺もぜひおすすめしたい一着ですね。ちょっとまあこの辺のまあ汚れ飛びとかはあるんですけれども、まあ、年代も含めこの辺は仕方ない部分かなというふうに思いますし、レザーまだまだ柔らかい質感になっています。ウパックも同様ですね、はい、こちらサイズ表記とありましたらまあ42くらいですかねのサイズ感です。自分 T シャツの上ぐらいから
たらいいサイズ感で着れそうです。こちらでお値段の方が 69,800円と消費税です。続きましてデニム類をご紹介いたします。さっきこちらですね、 JC ペニーの一本になります、はい、タグとはないんですけれども、こちらボタン JCP ですね、 JC ペニーも読めると思います。でジッパーこちらタロンですね、セミオートのタロン使われています、はい、で色味ですね、かなり深めの色味、いい色味してますね、はい、でバッグこちらですね、ちょっとステッチこの辺抜けてる箇所はあるんですけれども、まあ、目立つようなものではないかなと思います、はい、リペア跡とかもないですし、はい、レングスはまあオリジナルのレングスですかね、ちょっとまあ上から入れられてる雰囲気はあるんですけれども、しっかりオリジナルの設置も残っています。でこちら実寸の方がですね、39で30です、はい、こちらも30日本人のサイズで合ってると思います、はい、サイズ合う方おすすめです。こちらお値段が 39,800円と消費税です。続きましてこちらリーバイスのヴィンテージになりますね。めちゃめちゃ濃い一本です。こちら、はい、隠しリベットの付く WX の個体ですね。でこちらですね、紙パッチがまだ残っているものになりまして、はい、WX の印字とギャラ付きの、はい、ギャラのパッチになってますね、はい、この状態で残るのも珍しいのかなと思います。4234の、はい、表記になっていて、赤タブしっかり残っています。めちゃめちゃ濃いですね、はい、濃い濃いですし、本当にこの辺も、まあ、のり付けしてもいいんじゃないかなと思います。ただこちらレングスがですね、上げられているような感じになっていますね、まあ、イエローステッチは使われていますし、チェーンステッチにもなっています。ここから当たりを出していくのもいいんじゃないでしょうか。若干この辺のほんとちょっとしたスレ感っていうのはあるんですけれども、まあ、目立つものではないかなというふうに思います。でこちら実寸の方がですね、4030ですね、はい、ウエスト広めですがレングスは長くないので、余る方、大きめに履きたい方とかにもおすすめだと思います。なかなかこの色に、しかも紙パッチが残ってるっていうのがかなりいいと思います。こちらでお値段の方が458,000円と消費税です。続きましてもこちらですね、こちらもめちゃめちゃ濃い個体です。2つとももう真っ赤に近いような色味ですね。こちらも WX ですね、隠しリベットはついています。でこちらも、はい、紙パッチしっかり残っています、はい、残っていて、こちらもしっかり51 WX の印字と3832の表記読めると思います。でこちらギャラの文字は消えちゃっているんですけれども、オフセットのループになっていまして、はい、こちらスレイキュラはカッパーで、こちらボタンですね、こちらちょっと読み取れますかね、足長あるなのが読み取れるかなと思うので、ギャラで間違いないと思います、はい、まあ、めちゃめちゃ濃い個体です。こちらも先ほどとも負けず劣らずの濃さですね、はい、特にこっちはもうスレ感とかも見受けられない個体なのかなというふうに思います、はい、レングスがこちらですね、はい、でこちらですね、ステッチの方はちょっと曲げられてるかなとは思います。ちょっと狭くなってはいますね。オレンジステッチ使われています。でそういうのもあってサイズ感ですね、3630になっていますね。ウエスト2インチ縮んでいて、リングスは2インチ上がっている状態になっています、はい、ですがこれも30の表記、実寸めちゃめちゃいいサイズ感だと思います。こちらでお値段の方が598,000円と消費税です。続きまして週末のウェブスペシャルのご紹介になります。今から紹介する商品は価格から 20% オフのものになります。まず1点目ですね、こちら、ラルフローレンのジャケットになります、はい、L サイズ表記のコンタグがつきますね。で裏地がこちらフリースになっていて、まあ、シェルがナイロンになっているシェルとシンチェルの感じですね。でこちら、ワンポイントシーポニーブが赤で入ります。配色も綺麗ですね。特に目立つようなダメージ等もないです。自分が合わせてみて大きめに着用できるいいサイズ感です。お値段の方が9800円の 20% オフです。続きましてこちらショールカラーのカーディガンですね、ウールのものになります。ペンドルと70、80年代ぐらいの頃の白タグで M サイズ表記になります。特に目立つようなダメージとはなく、まあ、ちょっとこの辺ですね、シミ汚れは合うかなというふうな感じですね、はい、バッグにもしっかり柄が入っています。 M サイズ表記自分が合わせてみても着用は可能かなと思います。こちらがお値段が 12,800円の 20% オフです。続きましてこちら大人気な商品ですね、レッドアクスレベル7になります。タグこちらですね、 XL レギュラー大きめのサイズ感になります。でアーバングレーの色味、こちらかなり店頭でも人気の高いものになっていますね。でこちらちょっとまあシミ汚れはありますが、着用に問題はないかなというふうに思います、はい、バッグは特に致命的なものはないです。本当大きめにガバッと着たい方はおすすめです、はい、この辺店頭でも玉数なくなってます。こちらでお値段 25,800円と消費の 20% オフです。続きましてヴィンテージのスウェットですね、こちら小文字のランタグ50年代チャンピオン製です。でこちら
2段ですね、ラバープリント、かすれ具合もかっこいいと思います。雰囲気ありますね。でミディアムサイズになります、はい、自分だとまあ小さめのジャストぐらいのサイズ感ですかね。こちらでお値段の方が35,800円の 20% オフです。これ最後ですね、こちらカバーオールになります。ヴィンテージのカバーオールですね。タグとは見当たらないんですけれども、こちらピスがこちらにつきますね、はい、で4ポケの作りになっていて、打ち込みのボタンが全部完品でついていますね。50年代頃の一着かなというふうに思います、はい、若干この辺の襟元とかは色抜けていますが、雰囲気ある一着ですね、はい、サイズ表記とは見受けられませんが、小さめのサイズ感ですね。38とかぐらいですかね、はい、自分が合わせてもいいサイズ感に着れると思います。こちらでお値段の方が 49,800円の 20% オフです。本日もご視聴ありがとうございます。ベースショップでも商品の方掲載しておりますので、ぜひご確認お願いいたします。ありがとうございます。